売上げが50万円弱来ました、絶対に後悔させませんという、その強い思いがあり、それが伝わったのかなって思います。俺からフィードバックするんだから、ちょっと目標低すぎねんっていう話は、死ぬ気でやったらなんかぬるいよね。さあ5月の売上げはいくらにしますか。オレンジ先生と申します。現在は発達支援コンサルタントと子育てのライフコーチとして活動しています。私は3年前から支援級の担任をしておりまして、そこで子どもとお家の方と関わっていくうちに、子どもだけじゃなくてお家の方も悩まれていることを知りました。学校内で子どもたちと関わるのはとても楽しかったんですけれども、子どもの課題を解決していくにあたり、やはりお家の人の協力やお家の人の悩みに寄り添うことが必要だなと考えるようになってきました。そのため9月頃から退職を考えて今に至ります。1ヶ月ほど経ちましたが、売上が50万円弱来ました。やはり数字が出るまでの本当に稼げるのかなっていう不安だったりとか、教員を辞めてからあまり人と関わらなくなったというか、いつもは子供とワイワイキャッキャする日々だったので、孤独というか、一人の時間が増えたことで悩んでしまうことが当時はめちゃくちゃありました。売り上げるまでは不安との戦いだったんですけれども、売れた時は自分の中でも確信がちょっとあったように感じます。オンラインで無料でお悩みに乗っていたお母さんに自分の商品を提案するとき、僕がお母さんを引っ張っていくよという形ではなく、お母さん自身がいずれ継続サポートを終えた後、ご自分で今後の子供とか自分と向き合えるようになるというプランを考えたので、絶対に後悔させませんという、その強い思いがあり、それが伝わったのかなって思います。よろしくお願いします。じゃあ今日はオレンジ先生のね、成果報告いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。一体どんな成果が出ましたか。売上ですか。売上が出ました。そうすると3月末まで先生だったっけ。正規で教員やってました。正規で教員やってて、今日は5月10日だけど、10日までの売上でいいですか。大体1ヶ月と10日ですけど、いくら売り上げましたか。はい、50万円弱売り上げることができました。50万円弱、ちょっと正確に言えばいくらですか。弱45万8000円です。45万8000円。はい、はい、素晴らしい。いいですね。50万円弱じゃねえやん。50万円弱っていうのは47、8万です。そうですね。45万円強です。盛りました。45万8000円というところですけど、率直にどうですか。今独立してみて1ヶ月間やってみた感想としては、まだできるなっていうところがあります。まだできるなというところですけど、例えば独立して基本的にまあ一人で仕事してるんですけれども、どうしてもこうちょっと意志弱くなっちゃう部分とかもまだあるなっていうふうに思うので、割り切るんだったら割り切るで、やるんだったらやるで、目に張り付ければもっといけるなというふうに思います。それなりにもっと売り上げが上げれそうだということ、はい、とかフォロワーを増やせそうとか。独立初月にね、45万円超えっていうところは、とりあえずはこれまで45万円を超えるような売り上げってなかったですよね。はい、20代だよね。はい、そうです。今月ちなみにもう目標はある。5月で50万円です。50万を超えていこうというところで、ちなみに5月の売り上げが立ってる。1件立ちまして、残り30万ぐらいです、ね。それはもう何、目処が立ってる。目処、そうですね、いけるかなというふうに思ってます。俺からフィードバックするんだったら、ちょっと目標低すぎねえのっていう話かな。目標が低すぎるから全然頑張ってないっていうだけで、もう死ぬ気でやったら一回なんかぬるいよね。限界までやりましたっていうのが普通なのに、なんかまだまだぬるいっすねとかで、いやマジか。まずさ、めちゃくちゃ死ぬ気でやる曲を取らないと自分の器って広がっていかないんだよ。なんでそのブレーキかけてるの。当初は月50万を半年間まずは頑張ってみようと思っていたんですけれども、まあある意味そこはクリアできそうだと、今月あたりには、っていう自分の設定してた目標が簡単に超えられるところでもあったのかなっていうふうには最近思いました。まずさ、
毎月50万っていう、この発想が安全、安心、安定志向じゃん。もちろんいいんだよ。毎月50万っていうのは大事なんだけど、やっぱり現状の外に出た、この半年間の票数値、KGI、売上、総売上がさ、やっぱり 50×6 の300万じゃないってことだよ。やってみて1ヶ月目でもっとできるなと思ったのに、2ヶ月目もまた同じ設定してたら、やらないに決まってるじゃん。当たり前でしょ、だって。50万って設定して50万ぐらいやった。次の時々50万って設定したら50万弱で終わるんだって分かってるんですよ。そしたらやっぱりもっともっと上、半年後目指す。それならば300万じゃない。要は毎月50万じゃないとするんだったらいくらでいきましょう。多分ぶった切られそうなんですけど。350に書いてます。ダセーダセーダセーですね。ダセーですね。すごいダサいね。何その刻み方。すごいなあ。そこよ。そのブレーキを踏んでるところ。300はもういけそうだなと思った時に、350ってだって、月々に10万ずつ出せば超えちゃうわけだよ。ここはもう、あれっしょ。あれですよ。半年間、5月からやっていくために、300万じゃないと。はい。そしたら次は。500万ですか？どう？500万って言ってみて。怖いですよ。怖いです。ああ、そうなんだ。正直、毎月50万っていうのも、うん、要は、お客さんというか、オンラインで、まずお試しで来てくれる方が、途絶えちゃわないかな、とか、そういうなんか、不安を感じていて、今月お試しで10人来てくれたけれども、来月には10人じゃなくて、5人かもしれない。ネガティブな思考になっていました。好きだなぁ、ネガティブな思考。お客さんが、これまで10人、来てたところは5人になったらって言ってるけど、この時でマインドセットなんだっけ？なった時考えろ。そう、はい。まだなってないから。あくまでもっとも遠くを見た上での逆算だから、いいんだよ。50万ぐらいだったらいけるんだなっていう手応えを1ヶ月目に感じたんだから、2ヶ月目もっと上にして、スタートにそこ行かないと、本当にしょぼい企業生活になっちゃうんだよ。スタートの1年ってめっちゃ大事よ。ここで本気で向き合わないと、ずる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 数十万数百万をうろつくるんだよ、年収をね。独立起業したその時なんてもう突っ走るしかない、走るしかない。その曲をやった上でやっぱりマインドセットだよねって言うなら分かるけど、スタートからマインドセット整えて自分でブレイクしちゃダメだよ。だって独立したばっかです、よろしくお願いしますって言うと、ああじゃあなんかいろいろ教えてあげようかなってなるのに、もっと必死に動かないとブレーキはだってかける必要ないよ。ガンガンいかない、もう赤にしたら赤信号、赤ブレーキだと、ブレーキになっちゃう。そうだ、じゃあ緑か、青にしたら確かに、そう、踏む、ゴーよ。オレンジ先生改めて、うん、ブルー先生、先生うん、それぐらいブレーキ踏むのやめる。それを5月にやったもん、もう死ぬほどやった、もう無理っていうぐらいやるとこれはいいなと。ここまで聞いて、超えれるか超えられないかのラインを作るってことに、まあ、そこを意識しすぎて、安全圏の中でちょっと頑張ってちょっと駆け足して超えれるかなラインを目標にしてたんだなっていう風に感じました。サボってたとかっていうわけではないけれども、貪欲さっていうのはまだまだ出せるというか、今の自分にはまだちょっと足りない部分なのかなと思いましたし、5年後あたりにやりたいことのためにはお金がかかるんですけど、これはかかる。何をしたの？前回の YouTube 対談で話したんですけども、うん、子育てサロンカフェを、うん、オープンしたいという、まあ、5年後の目標ができまして、テナント借りるとして1500万ぐらい必要なのかなとか思ってたので、じゃあ月々100万ぐらいずつ貯金していけたらなとかっていう風に、ちょっとなんか今話してビジョンぼやけすぎじゃねって思いました。どんな子育てカフェにしたいのってことですか？はい。大体その1500万ってどっから出てきた数字なのかわかんないし、うん、そもそもカフェとかリアルでやる場合って普通どうするしてるの？あ、クラファンですか？いや、普通違う。知らない？あ、借りるです。そう、借り入れちゃう、そんな。だからそんなこと言ってから1500万自己資金で行きましょうって。また自分で何とかしてる。違うの。この原理原則ビジネスっていうのは他力な。要はそのコーチング、コンサル、カウンセリング。これも、要は他力でしょ。そうなんだ。人の力借りてんだよ。俺だって子供の笑顔っていう世界線を作るために皆さんからお金いただいて、そして自分はまた加速していってるわけだ。俺は信用金庫さんとか政策金融公庫さんにもお金借りてるよ。それを借金だとか言われてもいいよ。どこだって借金してたよ。
あのトヨタ自動車スラもね、45兆だっけ、最高売上ですよ、今。営業利益5兆っていうからね、そこを超えていくんだっていう話ですけど、どこの企業だって借金してるわけ。また自己資金でやろうとする現状の中。そうじゃないの。もう描くのよ。こういうカメやりたいか。ここでやりたい。それを描いた上で、そこで何がいるかは、後で出てくる。それを描けてないのに、目先で現実的なことやってっから違う。イメージ化して、こういうのやりたいで言語化して、数値化するんでしょ。そっから行動は変わってくる。どんな仮面して、奥さんでやったっけ？妻はやりたきゃやってみたいな感じで、うん、お子さんがいるお母さんとかがメインの客層で、同じような悩みを持つ方々が集まってお悩み相談をしたりとか、まあ、ちょっと子供は別部屋で預けられるように支援員とか整えて、子育てをしているお母さんに寄り添ったカフェを作りたいっていう、それが建物はどんなんなのか、どこに建てるのか、大きさは、間取りは、そうやって見ていくからこそ大事なんだよね。で、そうすると今はどうするんですかって言ったら、50万とか1万よって。いかに大きくして、そこで大量の人を呼ぶんだったら、それだけの資金を、融資を受けられる状態にしとかなきゃいけないでしょ。そこが足りてない。それでなんか、来月何人、いや、減っていくんじゃないか、うるせえだろ。それがエゴだから、黙らして、で成果報告出しました。そしたら今度5月はいくらだった、まあ、どんどん上がっていかなきゃ。1ヶ月目、なかなかいないよ、その何十万と売り上げると。今、売り上げたんだから、だからこそ次のステップ。一回本気で臨むのよ。5月限界までやってみて、そうするとこれぐらいなんだ。そしたら、まだまだこれじゃ足りないなってなるんですよ。で、6月から今度どうしていくで、基本的にはもう人の手借りなきゃダメだから、一人でやりましょう。英語だよ。お金払って手伝ってもらって、もうこの期間までこんだけ行きたいんで、お願いします、手伝ってくださいって言って、OK と言ってくれる人と一緒にやってくる。それが、ゴールから逆算した人の考え方。自分の未来、描いた未来を実現するために、さあ今何やるかっていうところになってくると、中心に戻ってくる。さあ5月の売り上げはいくらにしますか？80万でいきますまあまあまあ80だと8、ちょっと待ってください。いや、今は、はい、ごめんなさい、今は計算しちゃいました。ちょっと本気出せば、うん、手が届きそうなラインを計算して80って言ってしまいました変えます。100万にします。100万、はい、100万はどう頑張っても無理な数字ですか？いや、可能性はあります。だからそこに向かっていかない。ここで45万やってる人が100っていうのはいいんだよ。だけど、1円も売り上げてない人が100万とかいうのは失敗の偽物なんだよ。倍以上だから、相当頑張らなきゃいけない。けど、一旦100万超えてると、次の世界がまた見える。もしくは、いや、100相当しんどかったからもう一回足場整える。それでいいじゃん。一回100目指してみる。そのためにちゃんと叱るべき行動をして、でさらに上を目指していくっていう、これが大事になってきて、で足りないものを時には埋めていく時間もいる。それこそ、で初月から750万だったき説もいるけど、でも毎月は上げられないわけよ。でもうちは仕組みにしてるから、毎月1000万2000万売り上げが立つようになってるわけね。それは仕組みで、まだそこまで仕組みの話をするまでに至ってないから、まだまだ若いんだから、とにかく売り上げるんだっていう意識、100万絶対今月超えるんだと思っていくらなのか、そこを持っていくのが大事。これがね、ビジネスコーチングなんですよ。いいからだろうって今目指しましょう。はい、OK？ はい、でもまあ、 素晴らしいですよ。1ヶ月目から40、50っていうところがね、できたのがすごいの。だからこそ次のアドバイス、こうやってやっていくと1年後どうなってるかって、現状の外にいるよってこと。ということで、これからまずは半年間、これからガミ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 オレンジでやっていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。クライアントの方々には現状の外に出すようなコーチングをしていたんですけど、自分は中というかちょっと飛び出たところで外と言っていたことに気づいたので、誰よりも見本としてガンガン外に出ていこうかなと思いました。今オレンジ先生というアカウントでインスタグラムと公式 LINE をメインでやっています。公式 LINE の方からは無料で1時間のオンライン相談を受けることができます。 LINE はインスタグラムの方からお越しください。インスタグラムでオレンジ先生と検索してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。村本先生の話もっと聞きたいよっていう方とか、講演会も全国行ってたりしますのでですね、気になる方はぜひぜひ LINE の方から覗いてみてください。